さて、これから地下に向かって行きまーす。して、ここがですね、ワインセラーになってるんですね。あ、そうですね。90年代の古いワインがたくさんあって、90年代はいいんですが、80年代なんかもう完全にですね、コルクがダメになっちゃって、こんなに赤ワインが漏れちゃってて、中身もかなり酸っぱくなってて、料理には使えたんで、どんどん片っ端から処理してって80年代のこれ1本だけだと思います。これが1本あって、あとは92年、あ、違うか、88年か、あ、98年だ全然新しいですね。一応温度が12度、こっちの方がボイラー室になってて温度が上がる可能性もあるし、夏も12度ってことはないと思うんで、完璧な状況じゃないんですね。10度から12度が、まあ、ベストと言われてるんで。今、キッチンなんですけども、かなり、これぐらいまではですね、クッキング使っちゃって、飲んじゃった、あ、使って、それ以降にですね、気がついて、これは、とてつものワインだと、飲んでみたらですね、なんかすごい、今まで飲んだことないような味なので、えっと思って、インターネットで調べたら、やたらと高いワインだということに気がついて、真っ青になってですね、以来、ちびちびと飲んでます。ちびちびと。まあ、だからいろんな状況で、例えばですね、その、口の状態が一日にちょっと変わるじゃないですか。例えば夕食に、例えば日本系のものを食べた後だとか、肉系を食べた後だとか、パスタを食べた後とか、そういう時にですね、ちょこっと一口だけ飲んでですね、このどういう味をするかを確認して、キチキチと、飲んでます。そうですね。まあ、こんな高いワインだって知ってたら多分開けてなかったんですけども、知ってて開けてなかったらいつ開けるんだろうかということもあったので、まあ、仕方なく飲んでます。これぐらい飲んでみます。でもだから赤ワインを飲んだから、これでなんかちょっとチーズを飲んで一緒に飲もうかなっていう気にはなんかあんまりならないんですよね。でもコルクがこの瓶の場合はすごく怖いくなかったんですね。1980年代だと思う。大体どのワインもですね、もうボロボロなんですけども、この瓶は全然 OK でした。赤ワインはすごいフレッシュなフルーティーなやつだとですね、なんか酸味がちょっと効いてるやつだと、なんかチーズと一緒に食べたくなるというか、まあチーズもね、なんかねっとりしてるところがあるじゃないですか。ちょっとマイナス的な。美味しいんだけど、なんかこう臭かったです。それをですね、まあ、ワインにはちょっと酸味がある。それもまあ、ある意味じゃマイナスで、マイナスをマイナスを消すみたいな。このワインはなんかそういう、若干なマイナス面っていうのがあんまりなくてですね、タニンが強いから、まあ長持ちするワインなんです。それとこれと同時にですね、一緒に開けたのがこれが92年の白ワインですね。レーヴェンシュタインというリースリング、92年白ワイン。だいたい白ワインっていうのはですね、古くなるとこういう感じの色になってくるんですね。ちょっとダークになってきて、なんかこうポートワイン的な香りがあるですね、深みのある味になっていて、深みが出ないままなんか古くなってる場合が多いんですけど、これはそんなことはなくてですね。さて、夜になりました。これではですね、この前もう一回黒パンと一緒に食べてみたいと、飲んでみたいと思います。こんな感じの色で、まあ光が違うだけですね、周りのね。こんな感じで、あ、やっぱり今の時間飲んだ方がなんかしっくりしますね。これなんか普通の山のチーズに黒パンで、なんかチーズとこうやって飲むのもいいですね。やっぱりこう渋みっていうか、タニン味がこうに残るこう味があって、うん、92年ですね。これも黒パンと、まあ、食前酒みたいな甘いやつなんですけど、行ってみたいと思います。うん、これやっぱり昼も夜も食前酒ですね。なんか味が変わんないです。なんか飲んでる感じが
このワイン、異様に甘いなと思って、よくよく調べて、ここに、アイスワインって書いてあります。つまり、アイス、氷のワインですね。氷のワインっていうのは、霜が降りてからですね、ぶどうを集めて、それでワインにするということですね、糖分の、割合がものすごく高いんですね。最後の最後まで木に残すという、感じで、作ったワインなんで、だから甘かったんです。あまりにも甘いなと思ったんで、なんか、もっとデザート酒のような味がしたんで、そういうことです。ということでですね、わけのわかんないワインテイスティングでしたが、今回はグランドワンシャトー・ル・ラトーア1980年もの、それと、ウィンツァー・ゲノステンシャフト・ルーブンシュタイン・イージー、これが92年ものですね。これを飲んでみました。